ウェディングパーティーやバースデーパーティーで使えるフォトプロップスの作り方を紹介していこうと思います。材料は全部100円ショップで揃うのでぜひ試してみてください。それでは早速 DIY スタート。材料はこちらです。すべて100円ショップで購入することができます。今回のポイントはこちらの厚紙です。まずはこんなのを作ろうかなというイメージをなんとなく固めていきます。ベーシックなハート型から作っていこうと思います。半分に折った紙を切っていくと均一な形のハート型を作ることができます。じゃん。続いてはちょっとダンディーにおひげマークを作ってみます。元から黒い厚紙があったのでそちらで作り出しました。続いて私も大好きなモチーフの唇型を作っていきます。こんな風に半分に折った紙をカットして内側もくり抜いたらチャカ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 じゃん、キスマークの完成です。続いて白い丸いシェイプを2つくり抜いてこんな風にまつげちゃんを作ってあげまして、目玉を作っていきます。これがあると目出し NG の方も写真 OK です。メッセージ付きも可愛いと思います。写真で目立つように油性ペンなどではっきりと濃く描いていきます。このハサミで髪を切ってる音ってなんか小学生時代を思い出して癒される私です。今回は髪を2色重ねてポイントにしてみました。続いてメガネ、私はサイズ感が不安だったので実際にこんな風にサングラスを置いて鉛筆でなぞって作り出してみました。半分に折ったのを切るとこちらも均一に作ることができます。中身もカッターでくり抜いたら完成です。出来上がったパーツを厚紙に貼り付けて補強していきます。こんな風にのりをペタペタ塗りまして貼り付けまして、周りをハサミやカッターなどでくり抜いていきます。厚紙を切っていくのでちょっと力がいりますが、お祝いするあの人の顔を思い浮かべて頑張ってください。そしていきなりラーメン食べるわけじゃないんですけど、こんな風に割って準備しておいた割り箸を裏側に貼り付けていきます。いや、まあラーメンも食べたいけど、その気持ちは封じ込めつつ、だいたいこんな風に2点貼っていくと丈夫になります。縁が細いものはセロハンテープを半分に切って貼っていきました。この作業を終えるとオリジナルフォトプロップスの完成です。使い方は無限大。ハッピーなイベントごとをさらにハッピーに、インスタ映えもバッチリです。大切な人のウェディングやバースデーパーティーにおすすめです。以上がフォトプロップスの作り方でした。この動画が良かったよって方は高評価ボタンをお願いします。チャンネル登録はこの丸ポチをクリックしてください。インスタグラム、ツイッター、オフィシャルブログも更新しているのでそちらのチェックもお願いします。ビデオを最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。石井亜美でした。